は簡単なつみき作りを紹介します。用意してもらうのは牛乳パックとハサミとセロテープです。牛乳パックを開いてもらって、上の部分はチョキチョキチョキと切り落とします。あとはこの向きでどんな大きさでもいいので、縦にチョキチョキ切ってもらって、あとは三角形にしてセロテープで端っこを留めたら、これでもう完成です。あとはできた積み木を一緒にこうやって積んでみたり、どこまで積めるかなってやってみたり、ここにもねできてるんだけど、できるかな。お、あともう一つ完成。こんな感じでね、お山作ったりいろんな形を作って遊んでみてね。次はこうやってね、洗濯バサミを使ったおもちゃを紹介します。これも作り方はすごく簡単で、牛乳パックにタコさんの顔とかウサギさんの顔とかペンでね一緒にお絵描きしてもらって、ハサミでチョキチョキチョキって切ったらもう完成です。あとはね、お家にある洗濯バサミを、これだったらねウサギちゃんのお耳にプチュン、こっちもプチュンってつけたりとか、ちっちゃい赤ちゃんが買ったらピュッて外すのが楽しいからね、こうやって遊んでください。指先を力を入れてね、洗濯バサミをつけたり外したりすることで、ハサミを使ったりね、お箸を使う練習にもなりますので、お家でいっぱい遊んでください。